もちゃん、ともちゃん、言って。もちもちゃんがおれへんねんとか言って。はい、ともちゃんとの旅程表みたいな。全部ともちゃん。全部ともちゃん。もう YouTube も全部カップル、カップル YouTube。社員無理かも、全員。はい、皆さんこんにちは。東京美容外科の麻生徹です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。前回はね、はい、恋愛についてって話だったじゃん、はい、じゃあ鈴木さんのね、仕事についてね、聞きましょうか。どれぐらいの人生のスタンスで。結構割合高いですね。ほぼほぼ仕事、仕事してると恋愛できないんです。仕事してると恋愛できないぐらい仕事が高い。なんかこれも、うん、またちょっと恋愛の話と話すと承認されるじゃないですか、うん、仕事の方が簡単に。お給料、成果を出せばね。成果出せばちゃんとランクも上がるし、うん、お給料も上がるっていう、うん、なんか見えて結果がすごい分かりやすい、うん、でも恋愛って悩むことも多い中で、うん、成果がなんかそこまでないとこっちに承認欲求がいっちゃうんですよ、仕事の方に。はいはいはい、でもっとこうしたいってなると仕事に燃えちゃってプライベートの時間を結構仕事に寄せちゃう癖がある。あ、だからさ、男性の気持ち分かるでしょ。どういうことですか。いやいや、男性はね、はい、仕事がもうほぼ9割ぐらい占めてるわけよ、うん、頭の中で。でその残りの1割ぐらいで恋愛してるわけですよ。これを学べば私も恋愛できるってことね。そうそう、勝てないわけですよ、女性に対して、うん、恋愛に対して。だってまあまあ、じゃあ家庭とかね、まあ、あの家族とかね、やっとったら、まあ、5時に幼稚園に迎えに行ってとかで、朝6時に起きて子供に算数教えるとかね、お昼は妻に電話して元気とか、そんなことをやってたら仕事なんかできないわけですよ。ああ、なるほど。うん、もう四六時中仕事のこと考えてるしね、僕はね、うん、ずっと考えてるし、家に帰ってもスマホいじってこう、あれはこうって心どっかあらずになっててね、9割方離婚になっちゃうわけですよ。だってそこに向いてないから、うん、でもだからこそ仕事に成功したと思うし、でも家庭では失敗するわけ。そんなもん、家庭も仕事も全部両立できるなんて人がいたらスーパーマンだと思うよ、うんうん、だから仕事ですごい評価されてるってことが成功する男性の、あの頭の中わかるじゃん。まあ、連絡来なくても忙しいのかなとか、うん、配慮はできるし、別に何とも思わない。だ、鈴木さんはめちゃくちゃ仕事成功している人と会うんじゃないですか。分かるし、相手の気持ちが。うん、まあそうですね。うん、もう何してんの、こんなのなんて言われたら、もう僕ね、女の人と喧嘩したら、喧嘩っていうか、わーってこうマイナスを当てられたら、 LINE とかでさ、どこ行ってんのとかさ、あ、なんかインスタでどこどこ行ってんの見つけたよとか、なんとかあったら、もう2週間ぐらい連絡取らない。冷た。いや、私は悪い癖でリズメしちゃうかもです。ああ、そう。ちょっとこの、なんか、例えば勘違いが生まれてる時に解消したいんですよ、うん。なぜそうなったのかをまず話さないと通じないじゃないですか。ただ思ってるだけで腹立っても。うんうん、だったら原因を話して解決した方が楽じゃないですか。解決でもしない。しないですか。しないです。まあ、適当に嘘でもいいんですよ、相手が。うん。嘘を信じ込ませてくれたら、あ、そうだったんだねって信じればいい。そうそう、そういう感じだったらいいけど、もう嘘がつけないぐらい、こう。インスタとかやってるんですけど、詰められたら逃げるしかないからね。あとはもう選択ですよね。これでもどうですかって、うん、いや、僕が言いたいのは、その人との関係性を重要視した方がいいっていうこと。例えば女性の浮気を見つけました、誰々とどっか行ってましたって分かって、もう追求しないのでね。私は例えば本妻だったら大丈夫です。あー、なるほど。結婚してたらか、もしくは毎日同棲して家に帰ってくるんだったら、うん、たかが1回2回浮気してっても、なんかあんま気にならないかもしれない。寝てる時に違う名前出てきても、あ、なんか名前言ったなって。そんな経験あんの？あります、あります。なんかレイコって言われたけど、あ、まあいっかみたいな。あれね、酔いすぎるとそういうことが起こるよね、うん。まあ、お友達の名前かなみたいなって感じで、うん、ただなんか本気で目の当たりにその浮気をまたレアル発信で叩きつけられたらムカつくかもしれない、うん、その想像させないぐらいの嘘をついてくれたらいいっていう。あ、なるほどね、うん、携帯も見ない。そうだね、うん、仕事の話でしたよね。仕事の話ですよね、うん、だでもまあ、だから仕事が9割ぐらいで考えてるか ら、 だからもう執着もないのよ、僕は、恋愛に対して。私なんかたまに、一応部下いたじゃないですか、うん、私が思ってるその仕事へのスタンスを相手にぶつけると違う時あるじゃないですか。
家庭が大事で家庭を大事にしたい人、7時に帰って、うんうんうん、で会社ではいて、まあ、それなりの仕事しておけばいいかなっていう人まあまあ多いじゃないですか。だけど、うん、まあ、そういう人もいるんだなって勉強したんですよ。まあまあそうやね。で私はどっちかというと、まあ、オーナーさんが言ってることに成果を近づけて評価されたい、うん、で給料増やしたいってタイプなんですよ、うんうん、でなってくるとこれが幸せだろっていうのをみんなに押し付けると違うよね。そう、そこにすごい一回勉強しましたね、うん、あこういう幸せを求めてる人がいるんだってなると、うん、そう、楽で休みが多くて時間があってって、まあまあ言われたことはやりますけど、そうそうです、言われたことはちゃんとやってるんで仕事やってるんで、じゃあ残業すればいいもんかっていうわけでもないじゃないですか。効率よく仕事するのも大事だし、うんうん、だその辺のなんか葛藤が一回仕事ではありましたね。なんかどれが正しいんだろうとかなった時に、うん、そうやね、それはありますね。でだったらなんかプライベートをなんかおざなりにしてるなと思ったら、うん、じゃあ留学行ってみようかとか、うん、で極端になるよね、はいはい、一旦これ全部やめてこれに集中しようみたいなになるよね、はい、うん、僕もそうかもしれない。じゃないと休まないとその頭がやっぱずっと仕事のことを考えてると難しいじゃないですか、うん、そうやね。これだけ仕事に向けてた情熱を全部僕がもし恋愛に向けてめっちゃ好きな人ができて、もうそれをもう全部それに向けたらもうその子耐えられないと思うよ。し周りは気持ち悪いですよね、うん、もう周りもその人が色ぼけしたって、そう、ともこさんっていう、こう名前にしよう、ともちゃんともちゃん言って、もうともちゃんがおれへんねんとか言ってずっとそうなってみ今日はともちゃんとデートしなきゃ撮影はしないでやし、そうそうそう、もう仕事全部消して、はい、ともちゃんとの旅程表みたいなこう出して、さあ7時にどこどこで、あの朝ごはんとか言ってよし、お昼はこれこれ、もう引退してほしいですよね。そしたらここ周りは周りはね、色ぼけした院長ってなってね、インスタもともちゃん職に飾るんですね。そう、全部ともちゃん全部ともちゃん、今日はともちゃんとプール、もう YouTube も全部カップルカップル YouTube 社員無理かも、全員え、その時はもう引退してもらって、そうでしょ、ちょっと会長くんなんかもうよくわかんない地位に行っていただいて、そうでしょ。でも女性ってそれを男性に求めるでしょ、そういう風にしてほしいって。いやそんなことない、どこでも連れて行ってどこでも全部の人に私を紹介してみたいになる、なるでしょ、だんだんなんか不安なんじゃないですか、その自分が認められてるかどうか。よくなんか話聞くのに、なんかお付き合いしてるにお友達にも紹介してもらえない、うん、ってなるとやっぱ私って2番目か3番目なのかなって思っちゃうんだよね。メインは紹介されてるけど私は紹介されてないとか、あ、そういうのかな。だって人前で紹介されるってそういうことじゃないですか、僕の彼女ですって出していく。いやもうそれになったら、そのフェーズに入ったらもうともちゃんともちゃんになりますよそこまでならんくてもよくないですか知らんけどね。でインスタからともちゃんと別れたらともちゃん一席いるんですね、こうやってバーンって消えてゴーンみたいな、そういうのね、もうメンヘラですよそんなの、ね、でも男子でそんなことしてる人あんまいなくないですか。いないいないいない、若い方だけですよね。だいたいそういう人仕事できないよね。でもカップル YouTuber ってすごいですよね。それを仕事にしてるからね。でもあれ別れられないですもんね。別れてもカップル YouTuber 続けてる人いるけどね。うん。ヒンちゃんも誰かカップル YouTuber やってたらどうですかいや僕がカップル YouTuber やれば間違いなく瞬速でバカ勝ちすると思うけどねちょっとお相手どういう方を想像されてるんですか。いや分かんないけど、募集したんですけど、カップル YouTuber 募集すごい来ますよマジ来ますよもうだって SNS でも朝が来るのにカップル YouTuber 募集って言ったらどんなことをしてもらえるんですかね。カップル YouTuber は徹くんと別にどんなことができるんでしょうか特典は分かんないけど、まあ、あちこちに旅行行けますね、うん、好きなとこ連れて行ってあげるよって感じですかね。うん、ほんなんなんか世界地図みたいなギューアメリカなんとかかんとかピューってやったらピューってやってポーンって刺さって中国上海とかってそのプライベートジェットでピューンって行くとか、ね、それ私でいいですかそこだけだったら私欲しいそれそんな感じのカップル YouTuber になるんじゃない、はあ、全然話する仕事の話をしようっていう回やったのに恋愛に話す、うん、さっき恋愛の話してからかなまあいいや一回締めようか、はい、このチャンネルがいいねと思ったらいいねと、はい、チャンネル登録の方もお願いします。お願いします。